天くん、天くんっていうのね。天くん、そう、お腹が白いんです。今日眉毛細いかな、これって細いのかな。こんばんは、やっほー、こんばんは。そう、お洋服かわいいでしょこれ。リボンになってる。今日の夜ご飯はハンバーグです。あの、私の仲がいいあの人が作ってくれてます。そう、誰でしょう、あの人とは誰でしょう、あの人とは誰だと思いますか、皆さんは。誰でしょう。ピンポーン。なんのんさんです。言っていいのかな。なんのんさんです。みんなも一緒にハンバーグー。ラップでやりましたね。生で戦国見てたのが生きてたね。本当ですか。戦国バトル武道館のやつ実は言ってたんです。え、すごいすごいすごい、どうしたどうした。天くん自分で尻尾を噛んでね、キャインキャイン泣くんですよ。この行動は何なんだろう。スギリンさん、ありがとうございます。赤ちゃんだからまだ、そう、赤ちゃんだからね、まだこう噛み癖があるんですよ。歯が痒いのね。ゆきたんさん、ありがとうございます。あー痛いよ痛いよ、てんこねんねしてねんね。そう、甘がみがまだあるんですよ。今日眉毛さ薄いか、まあいっか。なんか一本あると思ったら影。そう、ね、今日はナチュラルメイクです。こんにちは、ありがとう、さよなら、また帰ろう、こんにちは、こんにちは。なんかインスタグラマーみたい。え、本当？私犬持ってるからかな。なんかインスタグラマー嬉しい。インスタグラマーさんっておしゃれだよね。天くんどこ行くの？
んにちは。ネイルは待って、もう全然薄いやつです。あーもう天君天君、最近メイクあまり濃くなくて、私あんまりね濃いメイクしないんですよ。でも言ってこれも濃いけど、配信だとね分かんないけど、結構意外に濃いのかな、どうなんだろう。でも最近はすっぴんが好きですね。すっぴんが一番いい。もう天君いろんなのに興味津々で。噛んじゃダメ、噛んじゃダメ。あー髪の毛噛まれてる。かわいいね。ダンボみたい、耳が立って。そう、のんのんさんとハンバーグを多分作ってくれてます。そう、でも本当は6時ぐらい、6時に行くわーって言ってたんですけど、普通に6時過ぎた。そう、準備が遅くて。そう、本当はすっぴんでもうジャージで行こうと思ってたんですね。普通にもうだるぎで行こうと思ってたんですけど、あ、ショールームする時間あるわと思って、でメイクでもショールームするんだったら昨日もすっぴんだったからメイクしなくちゃと思ってメイクしてたら普通にこんな時間になった。そう、だから本当に短時間、20分くらい。今何分だろう、やって15分とか18分とかで終わろうかな。そう、このメイクは配信のためにしました。れいちゃんは大人っぽいメイクもすごい似合いますね。これは普通にいつも通りなんですけど、特にね何も変えてないです。私あんまりメイク変えるっていうことしなくて、ずっと同じあのメイクかな。43分から始まった。今何分だ、普通に時間がやばいっていうね。今6時43分ってこと。あ、今5時43分普通にね、ホール。濃いめメイクよりナチュラルメイクの方が好き。どっちも好きですね。でもナチュラルメイクってあれ全然ね盛れないんですよね。痛い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 。何回公演みたいだって、何回だって声をする。公演結構やってましたね前まで。でも今は全然、今だって何声自体がないよね。うん、梅雨入り、梅雨入りなんだ、やだ。梅雨入りはやだよね、やばい、めっちゃ噛まれる、痛い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 。次誰としたい。ずっとね私はミッサーさんが多くて、あとはハッツさんとも1回2回くらいした。
どうしたどうした、すぐ吠えるのこの子。暴れん男の子だからね、暴れん坊なんです。天くんは寝ても年々の時間、でも今日は皆さん月曜日だったんですけど、どうでしたか？どんな一日だったでしょうか？そう、今日もね短時間配信だったんですけど、皆さんにこのお顔を見せてよ、見せれてよかったです。いえ、どうでした？私のこの今日の服とか皆さんにお見せできてよかったです。じゃあそれではランキングを読みたいと思います。15位はゴーンさん、ありがとうございます。12位はタエさん、ありがとうございます。13位はカーク大佐さん、ありがとうございます。12位は天使閣さん、ありがとうございます。11位はマックスさん、ありがとうございます。10位はピンクカメオさん、ありがとうございます。9位は B さん、ありがとうございます。8位はリーダーさん、ありがとうございます。7位はハマちゃんマンさん、ありがとうございます。6位はスギリンさん、ありがとうございます。5位は YSA73 さん、ありがとうございます。4位はマボロシさん、ありがとうございます。3位はキヨシさん、ありがとうございます。2位はセッキーさん、ありがとうございます。1位はイキタンさんです。ありがとう。パソコン改造してたってすごっ。じゃあ今日はこんな15分くらいの配信、10何分くらいの配信だったんですけど、ありがとうございました。またします。バイバイ。